こんばんは。こんばんは。お忙しいところご来場ありがとうございます。私はアメリカ・シアトルから来た柏木と申します。私は約4年徳島に住んでいて英語を教えています。私の両親はチベットで生まれました。そして1959年にチベットを離れ、私はインドで生まれました。実際に東京アメリカに移住しました。今からクワナさんが私のプレゼンテーションを訳してくださいます。皆さんこんばんは。今日忙しい中から、今日チベットの公演に来ていただいてありがとうございます。チベットアップライジングデイといいますのは、1959年、3月10日に、チベットの人々が、彼らの国を占領した中国に対して、民衆が立ち上がって、抗議をした日です。で、それをしたことによって何千人もの人々が命を落としたと言われています。でその日を、チベティアンアップライジングで、訳の方ではチベットライジングデーという、アップライジングデーと呼ばさせていただきます。ダライラマですけれども、チベットの歴史はダライラマなしでは語れないということで、ダライラマはチベットの宗教、政治上のリーダーです。それから、1935年7月6日に生まれました。それで2歳の時に、ダライラマ13世の再来と言われ、みんなにそういうふうに認められております。それから、1959年、中国の襲撃から逃れるために、インドへ亡命しました。で、現在インドの、ダラムサラで、住んでおります。で、それから、亡命したところには、チベットの政府がありまして、亡命者たちによって、政治活動が行われております。でまた1989年に、ノーベル平和賞を受賞いたしました。20世紀の、チベットの歴史についてなんですけれども、1949年に、中国からの侵攻、始まりました。で、その時チベットは、全く独自の、政府、それから独自の言葉、独自の、通貨ですね。それから、チベット自身の、郵便システムなど、もう全くの独立した国家でした。1951年に、チベット政府は2人の、派遣員を監視をさせるために中国へ送りました。でも、そこでチベット独立国家、先ほどお話ししたように全く独立した国家でしたので、それを発表したんですが、この話し合いはちょっとひどいもので、中国はすごく一方的でした。この書類を用意して、この、12か条に、入れるか、提案を受け入れるか、またそうでなければ侵略するというふうな、ちょっと残虐なものでした。で、その時に、ダライラマはその場にいないので、派遣された人たちは、僕たちだけではできない、サインはできないというふうに言っていたんですけれども、そういう中国が、ひどい条件を出してきたので、じゃあとりあえずはサインするけれども、あとでダライラマの方に、サインをもらえますという話だったんですが、中国の方は密かに、偽の、日本でいう印鑑ですね、を作っていて、それで、押して十二か条を、省略したというふうに世界にアナウンスし始めました。これを17か条の協定と呼ばれています。その17か条の協定、が、承諾されてから数年してから、中国は自らが出した協定にもかかわらず、それを、約束を破り始めます。それで、宗教信仰とかチベット政府、それからチベットの国政に関することなど、を次々と破り始めていったので、チベットの人たちが立ち上がり、1959年3月10日に、抗議をしました。この日が、チベットアップライジングデイというふうに呼ばれています。
政府に対して何か反対の言葉を、何も無防備な人たちが、武器も何も持たない人たちが単に反対と言って立ち上がったからといって、たくさん殺されるという事件は何か他に似たようなのは思い当たらないでしょうか。天安門事件です。1980年に起こった、出来事なんですけれども、ご存知の方もたくさんいらっしゃるかと思います。これは、武器も何も持たない学生たちが、民主主義、それから、政府への汚職反対とか、あと報道の真実を求めて、行進しました。何千人という生徒が、行進し、そこで、何千人という生徒たちが殺されました。彼たちももちろんもう銃も何も持たない無防備な一般の民衆でした。これはチベットアップライジングデイの30年後の話です。中国における人権侵害ということで、中国では言論の自由がないです。それから、不正とか、あと悪事を働く国に対して、裁判をしたり、国政をコントロールしたりする他の機関がないんですね。だから、国がやりたいようにやれる悪いことを隠したりとか、そういうふうに、できるということで、政府に反対する者は、弾圧を受けます。で、こういったことが天安門事件広場での虐殺につながっていったかと思われます。それで、こういった政府というのは世界では、ほとんどないと思われます。チベットにおける人権侵害ですが、ちょっと中国以上のものがあるかと思われます。チベットの文化の、破壊ですね。それから、中国の占領で、反対した人たち、120万人の人たちが命を落としました。この数字は、チベットの、チベット人の全体の 17% と言われております。それから、あと言論の自由、集会の自由、報道の自由、信教の自由などがないです。もし、こういう中国に対して反対や抵抗すると、どうなるでしょうか。中国では、250名以上が、政治犯として、監獄に入れられております。でその中にはただ、ダライラマの写真を持っていただけでという理由で入れられた人も少なくはありません。今晩はこの、イベントで皆さんに、このチベットのことを、もっと知っていただけたらなと思います。それで、もう少し詳しいことはインターネットの方で、ご覧になっていただけます。で皆さんにお渡しいたしました、用紙の方に、サイトを見ていただけるアドレスがございます。そちらの方にまたアクセスしていただくと日本語で、詳しい情報があります。それを見ていただいて何かを感じていただければなと思います。今夜の、私の、皆さんに伝えたいこと、一番伝えたいことは、今夜、皆さんに、知っていただきたいことっていうのは、このチベットに関するお話などを、また、お知り合いの方にお話ししていただいて共有していただきたいということですね。で、中国は日本に対して、日中戦争での、出来事を謝罪謝罪とよくテレビで言われておりますけども、毎年のように言っております。謝罪を求めております。で、1995年、村山首相、それから2005年小泉首相が謝罪をしておりますが、それにもかかわらず、やはり日本を許さずに、毎年のように、謝罪謝罪ということで要求をしております。しかし、そういった中国政府は、チベット、に対しては、もう約40年以上になりますが、謝罪は一度もチベットに対してはありません。